ストックホルムのジョン・エリクソンが単独のコレクティブハウス2010年の撮影コレクティブハウスはスウェーデン、デンマーク、オランダなどで仲間や親しい人々が生活を共同で行うライフスタイル。共同の食堂、育児室を持つが、カッコに台所、浴室、トイレなどがあり、共働き世帯や単身高齢者などの増えていく中で子育ての共同化や触れ合いを求めて、 このような生活スタイルを求める風潮が高まっていくと予測される。また、このような形態の住居をコレクティブハウジングと呼ぶ。もともとは、スウェーデンのストックホルムで建築家のスベン・マルケリウスが、ノーベル平和賞受賞者のアルバラ・イマル・ミュルダールと、共同で1925年から1935年に計画したプランに基づいた居住プロジェクトである。 このような共同生活の長所は次の通り。単身で済むと、すべてを自分でやらなくてはならないが、雑用をシェアし合えるので、時間の負担と金銭的負担が軽減される。無縁社会、一人ぼっちの孤独感からの解放とセキュリティ上の安心感。病気などの場合も、互いに看護、介護が受けられる可能性がある。感情のもつれや生き方の違いから、 人間関係に祖齬をきたすこともあり得る。家族なら、我慢するところ、他人なので我慢にも限界があって、共同生活から単独もしくはグループで離脱することもある。2003年、親部育子らにより、東京都荒川区東日暮里の福祉施設、日暮里コミュニティの一部に25世帯36人が、共同で生活する、コレクティブハウスカンカン森が設立された。 NPO コレクティブハウジング社は、群馬県前橋市に5つ目のコレクティブハウスを、多機能公社賃貸住宅の一角に、コレクティブハウス元創者コモンズとしてコーディネートし、2013年6月にオープン。他にも、阪神淡路大震災で、家族や住居を失った高齢者が、ふれあい住宅として自治体の公営部門が建設した、公営住宅に一定期間居住した例もあり、 これが日本におけるコレクティブハウスの最初の試みとするものもある。公営部門がコレクティブハウスの企画、建設を行うのが良いのか、それとも民間の NPO が主導していくのが良いのか、コレクティブハウスの行く末はまだ不透明なままである。ありがとうございます。